お昼どこにしようかな。伝説の若鶏唐揚げ無国籍ダイニングか。どんなんやろうな。板長、俺ダイニングで独立しようと思います。ダイニング？和食やのにダイニングか。違います、無国籍です。そんなもん無理に決まっとるやろ。お前もって3ヶ月や。嘘、俺は国籍にとらわれたくない。差別はもう嫌なんです。100年続く無国籍ダイニングを絶対にやってみせます。そんなん知らん。これ持ってどっか行け。板長、あ、これは板長伝説の唐揚げのレシピやないですか。ひで、何でも欲張ったらあかんで。原八文明いう名前はどうや。板長、ということがあったんやろうし、これはどうや。ヒデ、幕末で居酒屋は無理や、すぐ潰れるわ。幕末個室居酒屋です。俺はもう他人の声なんて聞きたくない。みんなでギュッと小さくなって幕末を語り合う、そんな店をやるのが俺の夢なんです。何があったんやヒデ。サブタイトルに新選組入れとけよ。板長、ということなんやろうし。板長、個室ダイニングやりたいんおです。前ダイニングやっても個室もあかんかったや俺ろ。2つ個室最大20名様。テーブル個室2から4名様。お前、どないしたんや。プライベートルームは6から8名様。もう完璧やないか。ゆったりカップルシートはいくつ作るんや。5席です。5席か。知らん。どこにでも行け。板長。おい、ランチバイキングは60分で1000円にしとけよ。ありがとうございます。火でめちゃめちゃ泣いとったから5にするか。で、これが個室。もう完璧な席数の割り当て。これで1000円?板長、ヒデさん立派にやってますよ。味もいいよ、結構。これ、板長直伝のやつじゃないの?ありがとうございます。これで60本お得です。また来ます、ヒデさん、板長。